今回は関係についいてて解説していくのだ R が関係であるとは R は集合で任意の弦が順序対であることなのだ特に集合 A 上の関係であるとは任意の弦が A の弦からなる順序対であることなのだ関係の弦を特にこのように簡易的に書くのだ次に A 上の関係 R について X が R 最小であるとは R について最小であることなのだ最後に注意してほしいことを話すのだ 一般に貴族関係や部分集合の関係は関係ではないのだこれは集合全体の集まりが真のクラスで集合ではないからなのだしかしべき集合など適切な領域に制限してあげると関係となるのだなので通常は関係としてみなすのだこれでみんなも集合論者になるのだ